なんか新しいお仕事を始められるということで、林さんが突然ですよ、これは。でもそれはまた林さんらしいなと思ったりもしてますし、若い頃からのお付き合いで、もう20年近くなるんでしょうか。いつもあの目線が違うなっていうのが、私が林さんにあの思ってた印象なんですね。普通の方とはやっぱり目線が違う、まあ、本まで出されてますけど、その本を拝見しても非常に感動した部分があります。例えばこの建物を見る場合、1階から見るのと当然10階から外を見るのと全然景色が違いますけど、それ想像じゃなくて実際に行ってみないとわからないっていう、まあ、彼の理念はそういう部分だと思うんですけど、今度立ち上げられるお仕事っていうのがまた、今日初めて実際お聞きしてびっくりしましたし、また林さんらしいなと思いますし、生命保険の営業は私も30年ほどやらせていただいておりますけど、その先にたどり着く、まあ、みんながウィンウィンの状態になることを目指される、本当に成功してほしいと思う、そういう本当に何か私のお役に立つことがさせていただきたいと思うような素晴らしい理念だというふうに思っております。